PSRB1937 プラス21は、世界で最初に発見されたミリ秒パルサーで、地球から見て、小狐座の方向に存在する。世界で最初に発見されたパルサーである、PSRB1919 プラス21からは3度ほど離れた位置にある。その名称はパルサーから取られた、PSR1950 年も時を示す、B。 設計及び赤位から構成されている。PSRB1937 プラス21は1983年に、ドナルド・シー・バッカー、シュリニバス・クルカルにカール・イ・ハイレス、マイケル・デイビス、ミラーゴスによって発見された。自転周期は1 5 5 7 7零8ミリ秒、すなわちおよそ642ヘルツで自転している。この速度は、天文学者が、 それまでに推定していた最高回転速度よりさらに速かったので、番星からの物質がパルサーに降ることによって回転が加速したと考えられた。PSRB1937 プラス21の自伝は、その後発見された他のミリ秒パルサーと同様に非常に安定しており、原子時計と同様に正確な時間を測ることができる。稀にタバ密度として、 過去に観測された電磁波の中でも最も明るい規模のパルスを発するという得意な振る舞いを示す。これらのこのパルサーの特徴は研究分野の活性化に大きく貢献した。パルサーの略図。中央にある玉は中性子星で周りにある曲線は磁場を表し、両極から出ている青い部分が電波の信号の発せられている領域である。 垂直な緑線は回転軸を表している。パルサーの世界初発見は1967年にジョスリン・ベルバーネルと彼女の博士号の研究を指示したアントニー・ヒューイッシュにより大規模ダイポールアンテナアレイを用いてなされた。発見からすぐにフランコ・パッチーニとトーマス・ゴールドはそれぞれ独立して、パルサーは強い磁場を持つ中性小星であることを提唱した。また、 パルサーになる前は太陽の10倍ぐらいの質量を持つ星で、それが通型超新星爆発を起こしたものとしている。この説によれば、パルサーの電波信号はプラズマと高速で回転する磁場の相互作用によって両極から出る。パルサーの両極から出ている電波は中性子星の回転によってビームが回転し、ある箇所から見ているとパルスが出ているように見えるというのである。 1970年代の後半、天体 4C21.53 は、異常に高レベルな惑星間シンチレーションによって、多くの天文学者たちの注目を浴びた。惑星間シンチレーションは、コンパクト電波源につきものであるため、4 c 2 1 5 3が超新星残骸である、ことが示唆された。しかし、1974年に、ラッセル・ハルスとジョゼフ・テイラーにより、 アレシボ天問題を使って行われたパルサー探索は空振りに終わった。そのためこの天体はパルサーではなく、今までに発見されたことのない種類の天体なのではないかとの憶測もあった。1982年にドナルド・バッカーはそれまでの観測では極めて早いパルサーは見つけられないことに気が、き、5 0 0ルツまでの観測をしていたが、これでも6 4 2ルツのパルサーの発見には、 不十分だった。当時、大学院生だったシュリニバスクルカルには可能な範囲内最も速いスピードで観測し、当時最新式であったアレープロセッサーを使って0.4秒間分の信号を平均し、実行観測速度を 2500Hz までに引き上げ、1.558ミリ秒の周期のパルサーの信号の検出に成功した。642Hz という速度は、 天文学者たちが予想していた速度と、桁違いに速かった。信号が激しいシンチレーションをしていたので、間違いでないことを確認して論文が出たのは1982年の11月だった。1982年に、バッカーたちが発見した当時、PSRB1937 プラス21の、自転周期は 3014S、S で増加、すなわち自転は減速していた。 パルサーは電波放射によって回転エネルギーを失うので時間の経過とともにその時点は減速する。パルサーの最高回転速度は遠心力と自己重力の釣り合いも音に0.5ミリ秒周期程度だとされており発見当時の回転周期と減速率をもとにこのパルサーの最高年齢は750年と計算された。パルサーの最高回転速度は用いる 中性子星の状態方程式の違いにより0.3から1ミリ秒ぐらいが限界だと考えられている。パルザーの最高速度はこの他にも重力波の放出などによっても制限される可能性があるという説がある。しかし、この750年という年齢はこの領域の他の波長の観測結果とは相入れないものだった。例えば可視光では超新星残骸は見つからず、 X 線で観測しても明るい X 線源はなかった。このパルサーが750年の若さならば、もし動いていたとしても、それほど誕生時の位置から動いているはずもなく、何らかの超新星残骸が近傍に見つかるはずである。また、若いパルサーは熱いはずで、その熱放射は X 線領域で観測されるはずである。 ベンカトラマン・ラーダー・クリシュナント・ジー・シュリニーバさんは、超新星残骸がないことに注目し、このパルサーは初めはそれほど早く回転していなかったが、番星からの物質が膠着したことによって回転が加速させられたと考えた。また、理論上の減速率は、毎秒1 1 1 9秒だとした。バッカーたちは1982年12月には、 減速率の上限を毎秒1 0 1 5秒に修正していたが、今日までのデータでは、毎秒1.051019秒で、理論値に近い。したがって PS、PSRB1937 プラス21の年齢は2.2908年と計算され、観測と矛盾しない値となっている。このパルサーを加速させた番星はもはや存在せず、 万性を持たないミリ秒パルサーの数少ない例の一つである。一般にミリ秒パルサーはそれを加速させるのに必要だった。万性を持つが一旦高速になった後は万性を持つ必要はないので、このミリ秒パルサーのように独身のミリ秒パルサーは万性による加速説を否定するものとは考えられていない。万性が蒸発したか。 超積破壊された可能性があると考えられている。PSRB1937 プラス21には一時転周期の間に主パルスと中間パルスの二つのパルスが観測されている。また PSRB1937 プラス21は普通のパルサーにはない極めて巨大なパルスをたまに出すことで知られている。1995年までには このような例は他にかにパルサーしか知られていなかったが、2006年までには1500のパルサーのうち11例見つかっている。巨大なパルスが初めて見つかったのは、パルサー自身の発見から比較的すぐの1984年だったが、その速い回転速度のために詳しいデータ解析は10年以上もなされずに放置されていた。最近では、もっと巨大なパルスも発見されている。 不思議なことに、この巨大なパルスは普通のパルス信号後部に現れる。この巨大なパルスは、信号全体に比べると極めて短く1七秒、ぐらいである。リュータ束密度には、ばらつきがあるが6 5二2二 WM-2Hz-1 に上ることがある。このように大変短く、リュータ束密度の高い信号から計算される、動温度は k を超えるため、 電磁波では時々最も高輝度天体になると言える。したがって PSRB1937 プラス21は最も高輝度なミリ秒パルサーであると言えようまた電波だけでなく X 線でも主信号と中間信号が観測される。1990年に惑星程度の大きさの PSRB1257 プラス12の晩星が見つかってから PSRB1937 プラス21を含む他のパルサーについても同様な惑星が存在するかが調べられた。1994年にはパルサーから2天文単位ぐらいの軌道に最高でも地球の質量の0.1%くらいの天体があると指摘され、1999年には アレックス・ボルシャンが PSRB1937 プラス21の信号の到達時刻の変動を詳しく調べ、それ以前の福島都市押の信号到着の遅速は純和星の存在による可能性があるという指摘を踏まえて PSRB1937 プラス21には2.7天文単位ぐらいの離れたところにある純惑星、 ケレス程度の大きさの番性があると報告したが、確証を得るにはもっと長期の観測が必要である。最近地球の質量の5%以下の小惑星体がある可能性も報告されたが、これも確証されていない。PSRB1937 プラス21は2006年に、 自転周期 716Hz の PSRJ1748 から2446アドが発見されるまで一番早く回転する中性子星だった。それまでの記録はカニパルサーの33ミリ秒だった。2017年現在、英語版のウィキペディアによれば PSRB1937 プラス21は PSRJ1748 から2446アドに次いで2番目の速さのパルサーである。これらより速いと言われている 1121Hz のずっと J1739 から285が存在するが、まだ確証されたと言えないそうである。このパルサーはそれまでのパルサーの回転速度の20倍、磁場はそれまでの記録の100倍の 4.208G である。 最初のミリ秒パルサーであったため、パルサー、中性子星、重力波の研究のための新しい実験室を提供し、天文物理理論学者たちをひどく忙しくさせたと言われている。例えば、中性子星の密度は原子核のそれに匹敵するため、そのような高い密度の物体がどのような挙動をするかを理解する上で重要なのである。当初の減速率は、 重力波の観測の可能性を取り沙汰される大きさであったが、その後の調べで、信号は現在の機器で観測できる大きさではないことが分かった。現段階では100万年に1 5ルツ減速するという結果が出ている。その回転の安定性は最も精度の良い原子時計に匹敵するので、高精度な一種の歴表示の基準に使われている。 PSRB1937 プラス21は、それまでひどく停滞していたパルサーの研究を活性化させる源泉となり、世界中の電波点問題でパルサーの調査が行われるようになった。ありがとうございます。